浜松ウォッチング。さあ今月も始まりました、浜松ウォッチング。司会の高橋正純です。そしてアシスタントの原さやかです。よろしくお願いします。さてこの浜松ウォッチングはですね、まあ、浜松市の旬の情報をですねお届けしていくわけですが、聞くだけでわかるということでね、はい、今月もいろんな話題をお届けしていきたいなと思いますが、今月は世界都市浜松、多文化共生社会と国際化に向けた取り組み、またタイトルから聞くとちょっと難しそうな感じもしますけれども ね、世界都市を目指す浜松市のさまざまな取り組みを、お聞きしていきたいと思います。そこで今回は国際化の滝本陽一さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは浜松市といえば、全国的に見てもブラジルの方が非常に多く、住んでる町だということは知っているんですけれども、外国の方って浜松市にどのぐらい住んでらっしゃるんですか。はい、2010年7月1日のデータなんですが、浜松市の総人口82万190人に対しまして、はい、外国人登録者数は2万7893人、その中でブラジルの方は1万4388人で、外国人の方の比率は 3.4% となっております。まあ、でもそれだけこう外国の方が多いと、その異なった文化の人がこの地域に暮らすことになるわけですけれども、はい、浜松市ではその多文化共生社会に向けてどのような取り組みがあるんですか。はい、浜松市では外国の方もですね、同じ市民として安定した生活ができるように多言語による生活相談や、情報提供などを行い、生活支援の拠点となる多文化共生センターを開設しております。生活相談はポルトガル語やタガロ語をはじめ、5カ国語で対応しています。5カ国、はい、滝本さんは何カ国語、演習弁当日本語で5カ国語です、はい、もろ地元っていう、はい、ね、なるほどね。多文化共生センターでは生活相談の他にどのような相談ができるんですか。はい、生活相談の他にも労働に関する相談や在留手続きに関する相談、他にはメンタルヘルスの相談などワンストップで、様々な相談ができる窓口を設けております。幅広くいろいろな取り組みがあるんですね。はい、他にも何かあるんですか。はい、市役所のですね、各窓口に通訳を配置したり、広報誌やホームページ、こういったものを多言語したり、外国のですねお子さんに対する、日本語支援など幅広く取り組みを行っております。なるほど。浜松市はですね、誰もが安心して暮らせるようにこうした多文化共生の先進的な取り組みを実施しております。なるほど。今年の1月には浜松市外国人学習支援センターを開設いたしました。外国人学習支援センター、それはどういった施設なんですか。はい、浜松市外国人学習支援センターは子どもから大人までを対象に総合的な学習支援の拠点としてさまざまな講座を実施しております。また多文化共生センターと連携し、浜松のですね特色ある多文化共生の実現を目指し、全国のモデルとなるように取り組んでおります。竹本さん、今講座というのもありましたけれども、はい、などとして、講座はどんな講座があるんですか。はい、センターの講座には4つの柱がございます。その1つ目は外国人市民を対象とした日本語講座です。2つ目は外国人市民に日本語を教えるボランティア養成講座、3つ目は外国人市民、日本人市民が異文化に触れ合える多文化体験講座、4つ目は公立学校の日本人教員等を対象としたポルトガル語講座です。おー、なるほど。私たちね、日本人向けの講座っていうのもあるんですね。はい、やはり共生社会の実現にはお互いを理解する必要がございます。また講座の運営は NPO やボランティアグループなどと一緒にですね、市民共同で運営しているんです。でですね、今日はですね、その、講座の雰囲気がどのようなものなのか、はい、外国人学習支援センターにこの方を送り込んじゃいましょう。平尾さん。はい、平尾のりこです。現場取材はどーんと私にお任せくださいね。ということで今日は浜松市外国人学習支援センターにやってきました。ここを徹底調査しちゃいますよ。ご案内いただくのはこちらの方です。所長の山本茂之さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。ではご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では早速、外国人のための日本語講座の教室に連れてきていただきました。今実際にやってらっしゃいますけれども、はい、いくつかレベルがあると伺っています。はい、こちらのクラスはどのようなクラスですか。はい、こちらはですね、初めての日本語教室ということで、はい、まだまだ日本語が不慣れな外国人の方を対象にですね、ひらがなやカタカナですね、それから簡単な漢字も勉強しています。
まずは本当に初歩から丁寧に教われる、ね、ということなんですね、はい、そして隣のクラスも賑やかにされていましたけれども、はいはい、隣のクラスはですね、日常生活のための日本語教師ということでですね、日頃ですね必要な言葉をですね学んでおります。はい、じゃあ本当にレベルに応じた教室があるんですね、はいはい、他には、はい、それからワイワイクラスといいまして、こちらについては皆さんがですね雑談みたいな形の中でですね、日本語を学んでいただくというふうな感じで作っています。もう一つはですね、外国人の方がですね子どもを連れてきまして、遊びの中でですね保護者の方、はい、それから子どももですね一緒に日本語を覚えていただこうという内容になっています。それではちょっとお話聞いてみましょう。このセンターに来るとどうですか、気持ちは？いいです。みんな先生とかたくさん明るくて楽しいし、授業は楽しいし、たくさん勉強しました。友達ができました。先生いつも優しく教えてくれました。ありがとうございます。たくさん勉強しました。日本語はやっぱり難しいですか？ちょっとね、難しいですね。ひらがなとカタカナ、漢字、ミックスね、ちょっと難しいと思う。あ、浜松の生活ってどうですか？一番楽しいで好きですね、浜松です。ひらがなとかカタカナとか漢字とか分かります？分かりません。楽しいですか？楽しいです。どの国からいらっしゃいますか？韓国から来ました。はい、もう長く住んでいるんですか？1ヶ月ぐらい。1ヶ月、はい、すごく喋れますね。すごい。ありがとうございます。このクラスは受けてみてどうですか？はい、面白いです。面白い。ここで習ってどうですか？難しいけど、もう嬉しいです。話せるようになるとやっぱり楽しいですか？そう、楽しいです。いろんな国の人たちとお話しできるっていうのはどうですか？国の国の違って本当面白いですよね。はい、そうです。あとは浜松どんなところが好きですか？人が優しいです。はい、じゃ楽しいハッピーライフを送ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。続いては日本語ボランティア養成講座にやってきました。こうした日本人向けの講座も外国人だけではなくてあるんですね。はい、実はですね、名前からすると外国人学習支援センターということになってますので、はい、外国人だけかなというふうに思われますが、はい、実は日本人向けにですね、外国人に対するですね、日本語学習支援を行っていただくボランティアのを養成する講座を行っています。その他にこうした日本人が何かを学べるという機会というのはあるんですか？はい、そうですね、浜松では特にブラジルの方が多いもんですから、はい、その子どもたちも実は多いんですね。で、公立学校に通っている子どもたちも多いんですが、その教える先生方がですね、はい、ポルトガル語を勉強するというポルトガル語講座の方も行っています。はい、外国人の支援だけではなくて日本人にとってもこうした機会って、そうですね、本当に重要ですね。ですからもうここへはですね、日本人の方も外国人の方も多く来ていただいて勉強していただけないなと思ってます。では日本語ボランティア養成講座に受講されていた方、お話を伺ってみたいと思います。こんにちは、よろしくお願いいたします。もう本当に真剣な眼差しで聞いてらっしゃいましたけれども、楽しそうでもありました。もともと日本語のボランティアをしようと思う思いっていうのは何でしょう？人に役に立ちたいとか、日本語が面白いとか。そうですね、いろんな人とこう関わりたいっていうのは一番きっかけですね。役立ち、結果としては役立てればいいなっていうだけですけどね。言葉っていうものの力っていうのがなんかちょっと好きなので、私にできることがあれば何かボランティアでしたいなと思って。やっぱりお伝えするのは難しいですか？日本言葉を分からない人に言葉を教える、言葉を使えない、あんまり難しい言葉使えないですよね。その時にどうやって分かってもらえる
るかっていうのはとても難しいです。どういう内容を具体的には学んでいらっしゃるんですか？まあ、学習する仕方がどんなあの内容を教えてほしいのかっていう、まあ、ニーズですね。先生の方から我々思っていることと学習者の方が勉強したいこともちょっと違ってたことがですね、まあ、こんなのも分かったりとか。今後はどんな展開がありそうですか？子どもたちやっぱり親に連れられてきて、あの自分の意思で来たわけじゃないんですけど、日本語でとっても苦労してるので、あのちょっとでも役に立てたらいいなって思います。そうですね、あの私が今中区に住んでるんですけど、近くにもやっぱりブラジルの方とか何人かいらっしゃるんですね。いや本当に外国の方が多いなって実感しているところですので、まあ、少しこれ終わったら何らかの形でお役に立ちたいなと思っています。まさにその地域の中で一緒に生活をしていく、まあ、本当にちょっとした手助けができるといいのかもしれないですね。はい、ありがとうございました。いい話を聞かせていただきました。いや皆さん楽しそうに講座を受けてらっしゃいましたね。はい、うん、一つ疑問に思ったのが、講座は受講料とかっていうのはかからないんですか？はい、あの基本的にですね、無料となります。あ、はい、そうなんですか。はい、それは嬉しいです ね、まあ、本当に外国って言ってもブラジルだけでなくて、いろんな国の方がその講座を受けてらっしゃって、なんか皆さんそのもちろんその日本語を勉強したいという気持ちもあると思うんですが、その日本語を勉強することによって日本をさらに楽しみたいというか、浜松をもっと知りたいという気持ちがあの表情から、そして会話からですね伺えたんですけれども、本当にいろんなこの思いで受講されている方がいるんですね。そうですね、あのこの他にもですね、様々な文化を体験いただく講座もあるんです。なるほどね、はい、そちらにも平尾さんが言ってくれていますので続きを見てみましょう。はい、平尾さん、はい、ということで多文化体験講座の教室にやってきました。今は季節を感じようをテーマに、日本の夏浴衣を着ようという教室が行われているんですね。はい、あの日本の伝統文化である浴衣の文化を体験していただく、また浜松は繊維産業が発達しておりますので、はい、そういったこともあってですね、今日は浴衣を皆さんに来ていただこうかなと思ってます。で講師は、まあ、地域の方をですね来ていただいて、今日もそうですね、あの講師になっていただいてます。本当にじゃあ、はい、もう地域を挙げて皆さんに文化をお伝えしてるってことですね。そうですね、今までもいろんなあの講座開いたんですけども、はい、優等歌舞伎、歌舞伎の方だったり、あと畳屋さんだったり、日本の伝統文化、それから地域のですね風習やですね魅力を外国人の方に見ていただいて、体験していただいて、勉強していただく講座になっています。一方、あの日本人が外国を学べるというのもあると伺ったんですが、はい、そうですね、これもですねやはりあのいろんなあの団体というか NPO さんとかボランティアの団体がいらっしゃいますので、そういった方たちにご協力をいただいて日本人向けに開催しています、まあ、双方で、まあ、最終的にはいろんなあの文化を、日本人も外国人も勉強していただいて、まあ、ぜひ、交流につなげていっていただければなと思っています。まさに異文化交流、そうですね、まあ、それを、まあ、目指しています。はい、こうやってやって回ってみてください。こうやってあの日本のこういう文化ですけど、どうですか、好きですか？なんか私も小さい時がやっぱり日本が行きたくて、もう夢が叶うなってました。すごい嬉しい。はい、ポーズ。私の夢で日本来たら着物が着たい。こういう日本のカルチャー文化を知ることができてどうですか？嬉しいです。嬉しい嬉しい、なんか日本人になりたい。日本人になりたい、すごい。今日モデルさんで実際に体験してみましたけれども、この後自分で着る時やっぱりちょっといろいろ細かいところね難しいですよ。教えていただいて、これからね自分で着るようになりますから、とてもありがとうございます。なんか私たちとてはねすごく役立つなところかなと思います。いいところだよ。いやー良かったですね、なんかね、はい、皆さん楽しそうで、てっきりこの講座
って聞いて言葉だけでなんかこうコミュニケーションがと思ったんですけど、実際に体験して本当にこう体で覚えてもらおうっていう、やはりあの講座にはですね、生活に密着したような講座から今のようなその文化に触れるような楽しい講座もありますので、うん、皆さん参加者はですね、楽しく学んでいただけると思います。なるほどね、ね、またこうね、日本の文化を教えるだけじゃなくって、先ほどね VTR でも出てきたように海外の文化を私たち日本人が教えてもらう、うん、はい、体感できるっていうのもね、またいいですよね。これも貴重な体験ですよね。そうですね、うん、ぜひあの多くの日本の方にもですね、参加いただきまして、それで相互の理解を深めていただきたいと考えております。さて今回のもう一つのテーマが、浜松市の国際化への取り組みということなんですが、竹本さん、国際化といってもいろいろこう、まあ、様々あると思うんですが、具体的にはどういった取り組みをされているんでしょうか。はい、現在ですね、あらゆる分野で国際化が進む中、海外の都市とのですね、結びつきというのが大変重要となっております。そこで浜松市では UCLG 都市自治体連合に加盟しております。 UCLG、はい、UCLG 初めて聞いたんですが、はい、どんな組織なんですか。はい、UCLG はですね、世界最大の国際的な地方自治体の連合組織であります。この UCLG は会員都市、会員同士のですね、情報交換や相互協力、各種研修プログラムなんかを通じましてですね、自治体の能力向上を目指しております。日本からは現在ですね、浜松市だけがこの UCLG に加盟しているんです。浜松市だけなんですか、日本。はい、ちなみに世界各国どういう都市が集まっているんですか。はい、例えばアジアの地域ではですね、中国の北京や上海市、韓国で言いますとソウル市やインチョン市、他にはですね、台北市やジャカルタなど、皆さんもよくご存知の都市がたくさん加盟しているんです。まあ、でも要はその会員の自治体同士が手を取り合って、はい、まあ、お互い向上していきましょうよっていうことですよね。そうですね、またあの向上だけではなくてですね、さまざまな自治体の抱える課題についてですね、自治体、一自治体だけではなかなか国際社会に発信できませんから、自治体間の協力をしまして、そういった主張とかですね、取り組みを、統合しまして、みんなで協力して、自治体の抱える課題を国際社会に向けて発信しようという取り組みなんかもやっているんです。なるほど、はい、地方自治の声を代表する組織で、いては、はい、市民のためにもなるものなんですね。そうですね、はい、まあ、先ほどその加盟都市っていうのが中国の上海だったり、はいはい、北京、ジャカルタだったりということですけれども、はい、およそどのくらいの数が、はい、世界全体ではですね、約2500ぐらいの都市団体が加盟しているんです。2500団体、はい、これでも浜松市がその UCLG ですか、はい、加盟を通じて目指すものっていうのは一体何なんでしょう。あのいろいろありますが、政府やですね、国際関係機関だけがですね、国際関係のプレイヤーではありません。やはりあの自治体もですね、今や、国際関係に重要な役割を担っております。例えばですね、身近なところでいきますと、気候変動や環境、こういったものへの対応というのは国境を越えてですね、海外との都市との連携というのが非常に重要となっております。UCLG というのは先ほど説明いたしました通り2500のネットワークを持っています。この2500のですね、ネットワークを活用しまして、さまざまなですね、地域の都市と連携し、浜松はですね、戦略的な交流を展開したいと考えております。加盟都市がやっぱりこう集まってみんなでディスカッション会議とかっていうのもあるんですか。はい、はいはい、ございます。 UCLG ではですね、定期的に会員がですね、一堂に会しまして会議を開催しております。今年の10月にはですね、そのアジア太平洋地域の会員が一堂に会する会議が初めて浜松でですね、日本で初めて開催されます。グローバル化への対応というですね、メインテーマのもと、基調講演や、また多文化共生、気候変動、地域資源を活用した観光振興、経済分野における都市間連携についてパネルディスカッションなどを開催いたします。もうまさに国際化に向けた話し合いが行われるんですね。はい、そうです。この連合大会は一般市民の方は参加できるんですか。もちろんです。この大会はですね、10月19日から22日までの4日間開催されますが、はい、初日の10月19日はですね、市民公開プログラムとして、市民の皆さんにもですね、基調講演や多文化共生のパネルディスカッションをですね、ご覧いただけます。そうなんです。それは申し込みとか、はい、あと参加料とかはいるんですか。はい、参加料は無料となります。ただ事前にですね、登録いただく必要がありますので、所定の申し込み用紙にですね、ご記載いただきまして申し込みいただきたいと思います。なるほどね、はい、
まあ、今その現在の浜松市を含めた世界 の、 そのまあ地方自治体がどのようなこう問題を抱えて、どのようなその対策を今必要としているのかっていうのが、その話でこう聞けるっていう貴重な体験でもありますよね、そうですね、日本初めてのですね大会ですし、なかなかこういったですね国際会議を実際に出席してご覧いただくという機会はあまりないと思いますので、ぜひ市民の皆様にもご参加いただきたいと思います。本当ぜひ多くの方に参加していただきたいですよね、さて今月は世界都市浜松、多文化共生社会と国際化に向けた取り組みというテーマでお送りしてきましたが、原さんどうでした？もう、ね、最初タイトルだけ聞いた時は難しそうだなとちょっと頭痛くなっちゃったんですけどでもね、実際滝本さんからいろいろお話聞いて、VTR 見て、そしたらもうまさにあの世界都市を、ね、目指す浜松ならではの取り組みがたくさんあって、これからもぜひ全国に先駆けたいろいろな取り組みを期待しています。いや僕もあの最初はやっぱり難しいんだろうなって思ったんですけど、何か今日 VTR を見ていて、外国の方がこんなに楽しく日本についてこう学んでいる、浜松について学んでいるっていうことを知ってですね、なんか固く考えてたものをなんか柔らかくしてくれたなっていう、もっと楽しめばいいんだっていう、みんなが積極的にこう楽しもうよっていう、で浜松市ってやっぱりその外国の方が多い中でそういう多文化共生っていうものが避けられない、でまあ、プラスやっぱりその UCLG みたいに世界各都市がこう、まあ、会員として一つの組織として動いている、まあ、世界レベルのそのなんて言うんだろう、もっと僕たちが海外に行っても住みやすい、海外の人が日本に来ても住みやすいっていう環境を作っていかなきゃいけないんだなと思いましたね。そうですね、ぜひですね浜松市もそのためにですねお手本となれるように、今までの取り組みに加えてですね、これからも多文化共生や国際社会で国際化に向けたですね新たな取り組みも実施していきたいと考えております。なるほど、はい、で竹本さん何カ国語いけるんでしたっけ？そうですね、英語と日本語と、あと演習弁今日は国際会の竹本さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。それではまた。